阿南共栄病院は、徳島県阿南市浜浦町中町にある JAA、徳島厚生連運営の病院であった。同厚生連の運営する阿南中央病院と共に2019年4月30日を、もって閉院。翌日の2019年5月1日早朝より、入院患者の移送を行い、既存の阿南中央病院建屋及び東隣に、新築された東館をもって、 阿南医療センターとして開院した。昭和初頭の農村困窮の中から、農民の保険と生活向上を目的として、長郡を中心に医療組合設立の運動が起きた。昭和11年7月に阿南利用購買組合連合会が設立され、翌年の昭和12年6月に共栄病院の開設が実現した。当時は県内唯一の組合病院であった。医局は、 名古屋医科大学の協力で、内科、外科、産婦人科、自備院校科、レントゲン科をもって編成され、農村医療の向上に努めた。日支持兵にや、応答は戦争の選挙区悪化による、戦時体制強化に伴う統制令により、経営は、県信用購買販売利用組合連合会に、移管され、非ならずして、さらに県農業界へと移管された。戦後、 徳島市内の病院は空襲を受けて壊滅していたが、軍部にあって戦火を免れた阿南共栄病院は戦後混乱期の中に唯一の大病院として大勢の患者が押し寄せた。昭和23年8月、農業協同組合法に基づく健康性農業協同組合連合会が設立され、阿南共栄病院は県農業界よりの引き継ぎ資産として、 他の農業界病院と共に厚生連に引き継がれた。戦後処理による引き継ぎの欠陥や戦後の病院基準例に基づく施設基準整備への資金不足が原因として経営上の問題が浮上、やがて経営問題に絡む労使紛争が起きる。葬儀は阿南共栄病院を中心として昭和26年12月末から約半年間に渡り続いた。 昭和27年3月、病院職員掃除職。臨時職員を当てた運営を行い、同年7月新たに職員を採用。同年9月役員の全面交代を行った。葬儀集結後、近隣住民の強い病院不信と反発が起き、この混乱に悪質患者が乗じて長い、間病院運営上悩まされることになる。 戦後の混乱や労使紛争後の諸問題は徐々に解消され、困難を伴ったが、徳島大学の協力で医局の充実や安定を図った。病棟の増設や増床を行い、昭和38年には累積赤字を解消。昭和41年3月、病院敷地内に全面新築し近代化を行った。以後、2号館、3号館、本館東棟を増設。 平成20年頃には阿南共栄病院、阿南医師会中央病院ともに、医師の高齢化と、医師不足が進んだ。医師会中央病院においては、臨腕救急体制の全面維持が困難となり、日によっては、阿南市の二次救急指定病院が空白となる。このような状況から、平成21年12月に、JA 徳島厚生連、阿南市医師会及び、阿南市は、 救急医療をはじめとする地域医療体制の将来的な維持は困難であるとの共通認識のもと地域医療のあり方や両病院の連携の方策などについて協議や検討を行う阿南市の地域医療を考える会を設置。しかし、三者の思惑もあって結論が見出せない状況が継続。その後、阿南共栄病院の一部施設に耐震化問題が浮上し、 医病院とも医師の高齢化と医師不足の問題が深刻化する中で平成25年3月阿南医師会が阿南医師会中央病院の資産と経営検討を上渡する胸の申し入れ数十回にわたる三者協議の結果平成25年11月医療センター設立に向けての覚書の締結と医療センター設立に向けた建設委員会を設置 平成26年12月、医療センターの基本理念、基本方針、主要機能、診療科目、病床規模を明記した基本計画策定。平成28年3月、医師会から JA 徳島厚生連に、阿南医師会中央病院の資産及び経営健常とする旨の譲渡契約書締結。平成28年4月1日から、 阿南医師会中央病院は JA 徳島厚生連、阿南中央病院となる。阿南市は両病院の円滑な統合を図るように調整役を果たし、阿南医療センター施設等整備事業として補助金を交付。徳島県も阿南医療センター整備支援事業として補助金を交付した。平成31年4月30日、阿南共栄病院、阿南中央病院ともに閉院。 令和元年5月1日、早朝から阿南共栄病院の入院患者を移送し、阿南中央病院基存棟と東隣に新設した東館で構成される阿南医療センター会員。ありがとうございます。